あなたはどんな海でも飛び込めるほど泳ぎが得意ですか？残念ながら、どれだけ泳ぎやダイビングが得意でも絶対に避けるべき場所がいくつか存在します。これらは危険な岩礁や強い潮流、激しい潮の流れが存在する場所。他にもモンスターや神秘的な生物の伝説で有名な場所があります。さあ、この水中ホラーの世界に潜ってみましょう。ストリッド、皆さんはこの言葉を聞いたことがあるでしょうか？ヨークシャ地方で多く使われる歩くという単語、ストライドの変形で、ここに限ってはワーフ川の非常に狭い区間を指します。これほど小さな場所なら飛び越えられそうでもありますが、しかしその見かけに騙されてはいけません。これこそが最も危険な場所の一つです。たとえ一歩だけ足に水を踏み入れるだけでも命に関わる事態を招きかねません。ワーフ川は強烈な流れを持ち、そのストリッドという狭い区間ではその力はさらに強くなっています。この激しい水流が周囲の石灰岩を侵食し、川床の残りの部分よりもずっと深い空洞を作り出しているのです。そして強烈な水流はストリッドの両岸を下からも侵食しています。ですから、あなたがその急流を見つめて立っている地盤は、おそらく危険な水面にそびえ立つ壊れやすい棚状の地形に過ぎません。ストリッドの水に飲み込まれてから生還したものの記録は一つもありません。しかも最悪なのは、この危険な場所の見た目が無害な小川にしか見えないという点です。水辺の景色はもっと安全な場所から楽しむのが良いでしょう。カリフォルニアでの週末の休暇先にはホースシュー湖がおすすめです。ここには砂浜、ハイキングコース、ピクニックエリアと何でも揃っています。でもちょっと待って、ここは一見するとそれだけの場所に見えますが、実はもっと深い闇を秘めた場所なのです。この湖の周囲約400平方メートルには枯れた木々が広がり、その景色は一見すると陰鬱とした雰囲気を醸し出しています。しかも湖が奪ったのは木々だけではありません。1989年と1990年に起きた地震により、熱いマグマの下から二酸化炭素が放出されました。このガスが湖の周囲の空気中に漏れ出し、生命を脅かす結果となったのです。ホースシュー湖は30年前と同じくらい危険な状態が今も続いています。この場所が恐ろしい理由は、毒ガスの挙動が常に変化すること。至る所に建てられた警告看板が森での楽しいハイキングにホラー映画のような雰囲気を加えています。ハワイのカウアイ島にはかつて観光客に人気だった美しい滝があります。キプフォールズと呼ばれるこれらの滝は、その昔水泳やダイビングの名所でした。その昔この場所は土の道を歩けばたどり着ける場所でしたが、2011年以降は立ち入り禁止となっています。その光景は約6メートルの高さから落ちる滝と、その下に水晶のように澄んだ池というものでした。立ち入り禁止になった理由、それはキプフォールズで多くの事故が発生していたから。人々が滝の頂上から飛び降りたのも原因の一つですが、それだけでは説明できないような不可解な事例もありました。滝の下のプールで平和に泳いでいた人々が水中に引きずり込まれる様子が多く報告されています。事故の明確な理由についてはまだ明らかになっていません。地元の人々は、ここに住む水の精霊モーが観光客の大声に起こされてしまっているのが原因だと信じています。また池の底に強力な水流があるという説もあります。いずれにせよ、キプフォールズは観光ガイドの上から姿を消し、そこへの立ち入りは厳しく罰せられます。台湾に位置するサメサンホールはスリルを求めるダイバーにとって究極のダイビングスポットですが、同時に最も危険な場所でもあります。その水深は約85メートルとこの地域で最も深い場所です。しかし深さだけがこの場所を避けるべき理由ではありません。この地域は巨大な石油タンカーの主要な航行空域でもあります。さらにホールの周囲の強い潮流がダイビングをさらに危険なものにしています。またサメサンホールは危険なカマスの生息地でもあり、油断しているダイバーはこの魚に襲われてしまいます。水は非常に濁っていて視認性がほとんどゼロですから、その向こうから襲い来る海の生物を見つけるのは困難です。
サメさんホールは息を呑むような美しさを持つ一方で非常に危険であり、鋼のような神経を持つベテランダイバーのみが探索できる場所です。お次は世界のサメによる襲撃の首都ともいえるニュースミルナビーチ。フロリダ州ボルーシャ郡でリラックスした休暇を過ごしたいとお考えなら、このビーチを選ぶのは避けたいところです。ニュースミルナビーチ周辺の海域は魚で溢れており、多くのサメを引き寄せています。実際この地域ではサメに襲われたという報告が多いため、世界のサメ攻撃の首都という称号を得ています。このことについては科学者たちまでもが警告を発しています。そこで泳ぐことになればサメとの遭遇は不可避。目の前約3メートルの距離に、しかもあなたが気づかないうちにやってくるかもしれないのです。しかもこの海域では獰猛なオオメジロザメがよく目撃されています。再びハワイのカウアイ島、ナパリ海岸にあるハナカピアイビーチは地上の楽園のように見えるかもしれませんが、騙されてはいけません。このビーチにたどり着くためには非常に急な岩の多い約 3.2 キロの道を歩かなければなりません。この僻地にあるビーチにはライフガードがいないため、遊泳中の事故は自己責任となります。最も危険なのは非常に強い離岸流。海岸を保護するサンゴ礁がないため、この海流はほぼ常に存在しています。仮に巻き込まれたとすると、数キロ先まで安全な泳ぎ場所はありません。最寄りの安全なビーチは約 9.6 キロも離れています。昔の記録をたどっても事故の報告は多いため、仮にこのビーチに来たとしても水には入らないことを強くお勧めします。まるでホラー映画から飛び出してきたような場所をご紹介しましょう。それがモンタナ州ビュートに位置する人工湖、バークレーピットです。一見してすぐわかるのは、その水が不気味な血のような赤色をしていることで、それは言葉では表現しきれないほど不気味さを漂わせています。泳いでみたくなるかもしれませんが、それは大きな間違い。そもそも水に手を触れてはいけません。この水にはカドミウム、ヒ素、亜鉛、鉛、銅などの重金属が含まれており、非常に高い毒性を持っています。物質は湖を囲む岩石から溶け出したもので、そのために水は超酸性になっています。実際、この場所はかつて露天掘りの銅山でした。水がそのような色になったのもそれが理由。ですから、この場所はとにかく近寄らない方が良いでしょう。これまでに挙げた場所の中でも最も危険なのかもしれないアフリカにある3つの湖を紹介します。それらはカメルーンのモノウン湖とニュス湖、そしてルワンダのキブ湖で、これらはすべて地下に存在する溶岩プールの上に形成されています。これらの溶岩は時折メタンや二酸化炭素のような有毒ガスを湖に放出します。そしてこのガスは吹き上がると一気に湖から吹き出し、その途中にあるものをすべてなぎ倒す巨大な波を生み出すのです。このような現象はリムニック噴火と呼ばれており、周囲の生物に対し有害なガスの雲を放出します。しかもこの爆発はいつ起こるか分かりません。ですからこれらの湖の近くにいるときは常に警戒を怠らないようにしてください。皆さんは他に泳いではいけない場所をご存知でしょうか？ぜひコメント欄で教えてください。バルト海の遺物。2011年、あるダイビングのチームが宝探しのためにバルト海北部の海底に潜りました。ですがそこで出会ったのはおかしな物体でした。写真を撮って公開すると多くの人が何かの文明が作った宇宙船が沈んだものだと考え、また自然現象でその物体ができたという人もいました。ですがその物体の構造内部にある金属はどう考えても自然にできたものではありませんでした。遠い昔の氷河時代にできたものだと考える学者もいます。その頃落ちてきた氷の下に留まっていた隕石なのかもしれません。2種類の潮の流れがぶつかって循環渦ができると、渦を巻いた強力な流れができます。恐れを知らないバイキングでさえ潮の渦を怖がりました。大きな船も沈めることができるほど強力だったからです。こういった渦は今でも危険ですが、幸い近代的な大型船は渦の力に十分耐えられます。それでもクルーズ船が渦に入ってしまうと、巨大な波で大きな船でもかなりひどい横揺れをすることになります。
潮の渦は本当に強力で、海中のブラックホールのようなものになることもあります。そうなんです。ブラックホールは遠く寒い宇宙に広がっているだけではないんです。地球の海でも渦巻いているんですよ。海のブラックホールはギュッと圧縮されていて、捉えられると逃げることができないため、宇宙のそれに似ています。海中のブラックホールは直径 150km に広がっているものもよくあります。そして中に入ってもおそらく気づきません。渦の働きをしますが、その大きさのせいで専門家でさえ境を見つけることはできないのです。次はリラックスできる話を。次回海に行ったらよく注意してください。グリーンフラッシュという光学現象が見られるかもしれませんよ。日没のすぐ後、または日の出の直前です。この現象は太陽がほぼ完全に地平線に沈むとき、上の縁がまだ見えているときに起こります。わずか1秒か2秒、太陽の上の縁が緑色に見えるんです。空を沈んでいく太陽を大気が濃い部分を通して見ているため起こります。地平線の下に沈むとき、大気中で光が反射し、曲がって分光します。地平線に雲やもやのない晴れた日には、この現象がよく見えますよ。気持ちよく泳ごうと思っていたら、海の水が赤いことに気づきました。水に入るのはやめた方がいいですよ。フロリダでは、微細藻類の濃度が普段より増えたとき、赤潮が起きます。海水や淡水で生きている何千種もの藻は、大部分が動物にも人間にも無害です。重要な酸素源なので、逆に助けとなっています。ですが、数種の藻、例えば海水を赤くするものは、ウミガメや魚、海鳥など海の生物にとって大きな危険になり得ます。この種類の藻は際限なく増えて、人間、特に呼吸器系に問題のある人に害を及ぼす神経毒を作ります。そのような人は特に風が強くて藻が岸に押し流しているときは赤潮の海域を避けましょう。火山は有毒ガスや灰、赤く燃える溶岩を吹き出します。明らかに危険だとわかりますよね。ですが、海底火山も違った意味で危険となることがあります。浅瀬にある海底火山は、岩の破片や蒸気を空中高くまで吹き出して存在を表すことがあります。海底火山の周りには無限の量の水があるので、地上の火山とは違った動きをします。噴火するときに海水が海中の火道に入るのです。溶岩は浅瀬の海底に広がり、また時には陸の火山から海に流れ込むこともあります。溶岩は水に入ると急速に冷えて、砕けて破片や砂になり、大量の噴火堆積物がたまります。ハワイで人気のブラックサンドビーチってご存知ですか？あの砂はこうやってできているんです。熱い溶岩や激しい噴火はどう考えても安全とは思えませんよね。ですが、深い海の底にある海底火山も同じぐらい危険です。噴火していない時もです。海底火山は泡のエリアを作り、この泡で周りの海水の濃度が下がって船が沈むことさえあります。本当に危険なのは海面を見てもわからないことです。でも実際は小さな泡があって船が浮力を失っています。でもその兆候がほとんどわからないのです。三角波は珍しい現象で、見た目は美しいですが同時にとても危険です。正方形の波ができることで浅瀬で起こるのが一般的です。フランスやテルアビブの特定のビーチでよく見られるものですが、世界中の様々な沿岸地域でもよく起きています。三角波は2種類の波模様が斜めの角度で動くときにでき、市松模様のようになります。ほとんどの場合、波のうねりが出会ったとき、またはうねりが一方向に波を押しているとき、強い風が反対方向に波を押すと起こります。こういった正方形の波は泳いだり、ボートに乗ったりしている人にとって危険なこともあります。強い海流が作った波は予測ができず、高くて3メートルになることもあります。この現象はホワイトウォールと呼ばれることもあり、大きな船を転覆させることができるほど強力なものもあるんですよ。透明のグラスに海水を入れてよく見ると、ごく小さな粒子がたくさんあるのがわかります。海水は溶けた塩分、脂肪、藻、タンパク質、洗剤やその他の人工、または自然の物質を含んでいます。そのグラスを振ると水面に小さな泡ができます。波と風が起こって海水をかき混ぜると、このように海の泡ができます。
もし分厚い泡の層を見たとしたら、それは藻の花のせいかもしれません。藻の大きな花が海で崩れると、その物質の大部分が陸の方向に流れていきます。ほとんどの種類の海の泡は人間に有毒ではありませんが、藻の花がバラバラになって環境にも人間にも悪影響となる可能性もあります。例えば海の泡が弾けると、それに含まれていた毒が空気に放たれ、目が炎症を起こしたり、その他にも健康を害することになったりします。川が海に流れ込むところに潮津波が起こることがあります。これは流れに逆らう強力な潮で、川の上流へ向かって逆流します。潮津波は潮の高さが突然変わる高潮のカテゴリーに入ります。潮津波はプラスの高潮ですので、川を逆流してもっと高くなります。マイナスの潮位は川が突然とても浅くなった時を指します。潮津波はどこでも起きるわけではなく、川がとても浅く河口が狭いところでのみ起きます。海と川が出会う場所は平らで広くなければなりません。また低潮と高潮の間の場所は少なくとも直径6メートルが必要です。もちろん例外もあります。例えば世界一大きな川、アマゾン川です。アマゾン川の河口は狭くないですが、潮津波が起きます。河口が浅く多くの砂州と低い島々があるからです。アマゾン川の潮津波はとても強く、三角巣もありません。堆積物は直接流れの速い大西洋に運ばれていきます。潮津波は予測できないことが多く、非常に激しくなることもあります。川の色は緑っぽい色や青から茶色に変わります。植物の生育にダメージを与えたり、地面から木が引っこ抜かれることもあります。ですからカヤックやリバーサーフィンなどのウォータースポーツをこういった場所でするのは危ないですよ。潮津波をただ見てみたいという時も気をつけてください。高潮にさらわれて、すべての人や物が激しい流れに引きずられてしまいますからね。目の前に広がる自然の美しさと新鮮な空気、そして文明から遠く離れた安らぎの時間。ここに来るまでかなり長い間歩きました。そしてやっとキャンプの準備をすることになったんです。森には木が密集していて、テントを張るためにぴったりの場所が見つかりません。すると木が全くなく、低い茂みが所々にあるだけの緑色の空き地があることに気づきました。そしてその場所に行き、ラッキーだと思いながらテントを張り始めたんです。地面はすごく柔らかくて滑らかですが、あまり気にする必要はないでしょう。さらに都合の良いことに、ペグも包丁でバターを切っているかのように簡単に土に刺すことができました。張り終わった頃にはもう暗くなっていたので、テントの中に入って心地よい寝袋に入ることにしたんです。夜中にちょっと変に感じて目が覚めました。すると背中が濡れているように感じたので、寝袋の中で動いてみたんです。すると下はほぼ完全に水に浸かっていて、できるだけ早くテントから這い出ました。地面に沈み始めていることに気づいたんです。そう、そこでやっと沼地の上にテントを張っていたことに気づいたのです。でも本当に幸運でした。通常沼地であることにすぐに気づかないことが多いそうです。そして膝まで浸かってしまい、トラブルに巻き込まれてしまうこともあるんだそうです。沼地から抜け出すのが大変なこともあります。苔や根による柔らかいパッドに足を踏み入れてしまうと、ゆっくりと下に引きずり込まれてしまうのです。そして足を持ち上げようとするとブーツが外れてしまうこともあるくらい。もし見分け方を知っているなら、森の沼を発見するのは結構簡単です。茂みが密集している場所で日当たりが良く、苔と茂みが少ししか生えていない空き地がある場合には、そこが沼地である可能性が高いのです。さらにその部分の地面を軽く踏んでチェックすることもできます。弾力があると感じたら近づくのはやめましょう。沼が危険であるもう一つの理由は、なんと山火事。沼に近すぎることで焚き火を始めると、強風の際に火が引火してしまう可能性があるんです。沼や沼地は
水や苔の層の下にかなりの量のタールが隠されている場合があります。それが燃え始めると消すことはほとんど不可能。ですので、キャンプファイヤーを始める前には沼地の近くで行うことを避けるようにしましょう。野外でキャンプを行うときによくあるもう一つの間違いは、頭上に注意を払っていないということ。テントを張るためのしっかりとした地面を見つけたときには尖った石をすべてどかし、近くにアリ塚がないかどうかも確認することが大切です。夜に寝袋の中に入り込まれたらたまりませんからね。次に選んだ場所は完璧でした。テントの近くにある木が風や雨から守ってくれそうです。夜の準備が終わり、明かりを消しました。すると突然、テントにまるで獣に攻撃されたかのように何かがぶつかってきたんです。戸惑いながらテントを出ると、テントの上に巨大な枝が落下していました。この間違いはテントを張る前に頭上をチェックしておけば防ぐことができたはずです。半分折れた枝や腐った枝は簡単に見分けることができます。テントをその真下に張るのは絶対にやめましょう。このような枝はいつ折れてもおかしくありません。そしてテントを引き裂かれ怪我をしてしまう可能性もあります。毎年何十人もの観光客がこれと同じ間違いを犯し大怪我をしているんです。頭上を見上げれば上に蜂の巣や蜘蛛の巣がないかどうかを確認することもできますよね。蜂を刺激してしまうと枝よりも大変なことになるかもしれませんし、蜘蛛は毒を持っている可能性があります。ではでは、綺麗な川辺で土手にテントを張ると決めたなら、テントを置く場所に特別な注意を払うようにしましょう。特に春や秋の間に水に近づきすぎると真夜中にテントが水に浸かってしまう可能性がありますよ。昼と夜の天気予報も必ずチェックしてください。雨が降るかもしれない場合には川などの水域に近づかないようにしてください。雨によって川の水位が上がり、土手を決壊させ、テントが張ってある場所が水浸しになってしまい、せっかくの休暇が台無しになってしまうかもしれません。たとえ水域から遠く離れていても雨によって台無しになってしまう可能性があります。例えば森の奥深くにいて、木々により天候から守られているとします。そして雨は森の地面を濡らすことはあっても、木の生えていない場所ほど濡れることはありません。そして次の夜、別の場所にテントを張ろうとすると地面が柔らかく弾力がある場合があるとします。ですがそれは沼ではなく、昨晩の雨が土を柔らかくしているだけなんです。そのような場所にいる場合には土台のしっかりした場所に移動してください。さらに柔らかい地面の水分がにじみ出てくることもあります。沼地にテントを張った時ほど危険ではありませんが、テントのペグが緩んでしまう可能性もあり、テントの下敷きになってしまうかもしれませんよ。そしてキャンプをするためにぴったりな場所を谷間に見つけた時には、雨が降った時に濡れることを覚悟しておきましょう。水が自然にキャンプをしている場所に集まり、最終的にはテントの下に流れ込んできます。そして目を覚ましてみたら、雨によって膝が水に浸かっている場合があるんです。丘の上は長く歩いた後少し休憩するためにぴったりですよね。近くに水もなく、太陽の光を遮る木は一本もありません。ここで日光浴をするのは最高かもしれません。でもそう感じるのは最初の数時間だけで、長く滞在していれば自分の失敗に気づくことでしょう。テントの素材は直射日光が当たると数時間で熱くなってしまうことがあります。そして中に入るとすぐにその熱さを感じます。少なくとも夜になってテントが冷えるまで中に入りたいとは思わなくなるでしょう。風についても同じことが言えます。周りに木がない場所だとものすごいスピードの突風が吹き荒れることがありますからね。ペグをしっかり固定しておかないと、
テントにさよならすることになってしまうかもしれませんよ。ですので、木の近くで太陽の光と風の両方から身を守るための場所を見つけることをお勧めします。でも、天気によっては一本の木の近くにテントを張らない方が良いこともあります。晴れの時でも雨の時でも大丈夫ですが、強烈な嵐が来る恐れのある場合には、そこにテントを張るのはやめましょう。飛来神になってしまうかもしれませんからね。もしテントを張った木に雷が落ちたら、どうなるのか想像できますよね。まあ、感電する可能性さえあるということです。冬のキャンプの際には、天候による危険性がさらに増えます。さっきの直射日光の話を覚えていますか？ここではそのことは忘れてください。冬にテントを張るときには日当たりがいいのが一番。それにどんなに高価なテントを買ってもかなり寒く感じるかもしれません。寒い季節の風ははるかに強烈なんです。ですので直射日光は寒さに対処するために効果的であるというわけ。ハイカーにとって最もよくある間違いの一つは、テントの近くで焚き火をしてしまうということ。前述した通り、テントの素材は熱を伝えやすいので、暖かくなるのは良いのですが、発火しやすいということも覚えておきましょう。たった一つの火の粉だけでも、テントが発火してしまうことがありますよ。テントと焚き火の間には十分な距離があることを確認し、火には常に注意を払ってください。そして就寝時には火事にならないように火を消すのが原則です。虫にはすごくエキサイティングなハイキングを台無しにしてしまう可能性があります。蚊、アリ、ダニ、その他の害虫はいつでもテントに侵入してくる可能性があるので虫対策をするのもお忘れなく。外に出る時には虫除けを使い、テントの入り口の横には蚊取り線香を置いておきましょう。でも近づけすぎたり中に入れたりしないでくださいね。匂いが刺激的ですし、火事の原因にもなりかねません。蚊やダニを避けるためには沼地があるかもしれない湖や池、または密林には近づかないようにしましょう。蚊は淀んだ水の中で繁殖するので、そのような水の周りには害虫がいっぱいということを覚えておいてください。でも風が吹いているとうまく飛ぶことができないので、木のない場所を選ぶのが最善策なんです。この表面の尖った木は種を打つので近づかないでください。これは砂箱の木と呼ばれ、アマゾン川流域地帯に生息し、はじめ種は小さなかぼちゃのような形をしていますが、時間が経つにつれて硬化し成熟します。そしてピークに達すると時速 241km の速度で種子が破裂し 18m 先まで到達することも。そのため破裂のプロセスの最中に近づくのは非常に危険です。言うまでもなく種子には毒があるので危険極まりないですね。完全に直立していない木はたくさんありますが、枝が地面に触れるほど曲がっている木はあまりありませんよね。スペインにはサビナの木と呼ばれる植物があり、風の方向によって曲がる方向が変化します。その結果奇妙な形をしているものが多く、一年中のさまざまな時期に完全に変化することも。この柔軟な木は高さが8メートル以上に達することもあり、岩の上など予想外の場所に生えているものも見られます。次は恐竜と同じくらい古い木を見てみましょう。オーストラリアのシドニーにあるブルーマウンテンズでは1994年にウォレマイパインと呼ばれる樹種が発見されています。この種は2億年以上前から存在しているので、恐竜がその周りを歩き回っていた可能性も。この木は絶滅の危機に瀕しており、現在野生には100本しか存在しないため、科学者たちは保護目的のためその場所を公開していません。またこの木の研究は地球の過去に関する新しい情報につながる可能性があるため、科学にとっても重要なのです。木の樹皮は温度変化やいろいろな化学物質への露出など様々なことを教えてくれます。ツリーオブライフは困難な環境に耐えながら繁栄することができるため、この名前が付けられました。
バーレーンの砂漠の郊外にあるプロソピス・キネラリアはものすごく深い根を持ち、灼熱の暑さの中でも生き残ることができます。科学者たちにもこの木がどのようにして十分な水を得ているのか解明できていません。ここは毎年5万人以上の観光客が訪れる特別な場所でもあります。パナマのラ・インディア・ドルミダと呼ばれる山岳地帯は眠っている少女のような形をしています。エル・バジェ・デ・アントンと呼ばれる巨大で神秘的な地域の一部であり、人間が居住する旧火山の中でも世界最大級。ここにある奇妙な木はなんと四角い形をしています。幹の内部の年輪も同じような形をしていて、鋭い角があり、時には完全に90度の角度になっていることも。研究者たちはこれらの木がこの形に成長する理由を突き止めるため、木のサンプルを採取し別の場所に植えて、その形のまま育つかどうか確認しようとしました。でも形が変わってしまったので、谷そのものに関係していると考えられています。一部の人々は丸い木は鋭い角度に切られてしまうため、木材を無駄にしないように地元の農家の人々が箱に木を植えたまま成長させたのではないかと考えているようです。アメリカのセコイア国立公園には世界中で有数の古く巨大な木があります。この木はシャーマン将軍の木と呼ばれており、高さはなんと84メートル。自由の女神とほぼ同じ大きさなんです。そして木の周りの長さは地面の近くで約31メートル。そして樹齢は2300年から2700年の間と推測されています。世界中には美しい木がたくさんありますが、フィリピンにあるレインボーユーカリほど派手なものはないかもしれません。色とりどりの樹皮の層はまるで手で描いたかのように見えます。またこの木は層の陰影が不規則なため、一度に多くの色が見られるのです。緑から青、紫からオレンジ、そして最終的には茶色へと変化します。この木は装飾ではなく紙の製造に使用されているようです。ナミビアにはボトルツリーと呼ばれる奇妙な形をしている非常に危険な木があります。形に関しては一目瞭然。丸い幹が上に向かってだんだんと細くなっているのです。でもこの木の乳白色の樹液はかなりの猛毒。伝説によると地元のハンターたちが狩りの効率を高めるために矢を浸していたといいます。開花期にはピンクと白で真ん中が赤い花が咲くので、かなり美しく見えます。森に行けば時々曲がった木を目にしますが、森全体の木が曲がっている光景を見たかったら、ポーランドのグリフィノと呼ばれる町に行かなければなりません。この付近の森には変わった木が400本も生えています。機械的に曲げられたものなので自然に成長したわけではありませんが、その目的は現在でも謎のまま。家具やボート用の木材にするためという人もいますが、いずれにせよ最終的に森は放棄されています。カンボジアの古代タ・プロームの寺院ではシルクコットントリーが壮観な景色を作り出しています。シルクコットントリーの巨大な枝は12世紀頃から数世紀にわたって寺院の建物の上部に成長し続けましたが、いずれ寺院は修復され、観光客がアクセスできるようになりました。流血樹はアフリカ北西部のカナリア諸島で繁栄しています。地元の人々の間ではドラゴンが死ぬと木に変わると伝えられているのです。この印象的な15メートルの高さの木は樹皮から流れる赤い樹液にちなんで命名されました。この赤い物質は現在でも染料や薬として使われています。南アフリカのサンランドのバオバブ巨木は世界中でも有数の大きさを誇り、古くて印象的。この木の高さは22メートル、周りは47メートルもあります。さらに驚いてしまうのは内部が自然に空洞になっているというところ。1933年には木の中に小さなラウンジが設置されています。当初は20人しか収容できませんでしたが、現在の収容数はなんと60人。そして言うまでもなく、この木の樹齢は6000年以上。スカンジナビアと北東ヨーロッパに広がる白樺の木は光を反射する方法を身につけています。そのため樹皮の色が薄くなり、枝も凍ってしまう寒い季節にはまるで自然の冬のワンダーランドのよう。さらに菌類と共存するために根がつながっていて、地下で線状に広がっているため木の届かない栄養素を集めることができます。
これらの菌類の行いに対して木は菌類に糖分を供給しています。ちなみに人間はこのキノコを食べることはできません。黄色の先端に白い斑点のあるキノコなので簡単に認識できるはずです。日本の桜の季節は自然のお祭りだと言えます。ピンクがかった白い花は日本の文化に深く根ざしていて、物の哀れと呼ばれることわざと密接に関係しています。これはどんなに美しいものであっても全ては一時的なものであるという意味。日本には会社のロゴから医療品や家庭用品まで至る所に桜のシンボルがありますよね。アメリカのヨセミテ国立公園にはかつてトンネルになっていた驚くべき樹木がありました。それは高さ69メートルのセコイアの木。この木はネイティブアメリカンの言葉でフクロウの鳴き声を意味するワウオーナと呼ばれていました。1969年の大雪で倒れてしまいましたが、動植物や昆虫の生態系として生き残っており、現在では倒れたトンネルの木と呼ばれています。ペンナンティア・バイリシアナは地球上で最も希少な植物。そのためギネスブックによってニュージーランドの沖合で1本記録されています。でも常にこの木が孤独だったわけではなく、人間がヤギを島に連れてきたせいで他の木が全て食べられてしまったのです。幸いなことに科学者たちは新しい標本を植える方法を研究しています。なんてこった、巨大な竜巻が迫ってくるぞ。なんて速いんだ。竜巻の最大速度は時速約 400km。 しかも幅 1.6km、 長さ 80km にわたって大地をえぐることでも知られています。時にやってくる竜巻ははっきり見えますが、低い雲と雨に隠れ潜む場合もあります。この場合の竜巻はやってくるのがよくわかりません。しかも多くの場合、竜巻は非常に早く発達するため、気づいた時には手遅れとなります。そんな竜巻がやってきた時、避難には数分しかありません。地下室はありますか？それとも隠れましょうか？いや、そうだ、クレイジーだと思われるかもしれませんが、こうなったらいっそ竜巻の中を見に行くなんてのはどうです？竜巻はロープのような細い渦となる場合もありますし、広範囲の雲が上後型になる場合もあります。これが後者のパターン。渦巻く風が雷雨を巻き込んでいますね。これの先端がずっと地上まで伸びているというわけです。多くの場合、竜巻は雹を伴います。アメリカ合衆国で発生する竜巻の数は年間1000件ほど。そのうちの記録保持者は年間平均120件が発生するテキサス州。嬉しい記録じゃありませんけどね。竜巻のほとんどはアメリカ中西部に伸びる竜巻街道で発生します。メキシコからの暖かく湿潤な空気とカナダからの冷たく乾燥した空気がぶつかると強力な嵐が発生します。それがある時点で竜巻を生み出し始めるのです。ほとんどの竜巻は4月から6月にかけて発生します。しかし12月に遅れてやってくるというものもありますね。竜巻は単なる砂嵐といった程度のものから、車や大きな木、家を動かすほど強力なものまで様々です。まあそれはさておき、これは願ってもないチャンス。こんなに近づいたことはないでしょう。しかもこいつはとびきり大きいときた。めったに見られませんよ。じゃあ準備はいいですね。近づいてくる竜巻、あなたの顔に土が当たります。あなたは目を閉じてそのままシュッと中へ入りました。いやー、なんてことだ。恐ろしい風がぐるぐると回っていますね。そしてあなたを上へと持ち上げていますよ。目が回ってきましたか？オズの魔法使いのドロシーの気分になってきました。中に入ったのなら自分に何が起こっているのかよく見てみましょう。風が渦を巻き、おや？あれはお隣さんのバイクだ。一緒についてきちゃったんですね。遠く離れていて欲しいものですが、OK、一旦落ち着きましょう。荒れ狂う竜巻の中に入っても、実は人間は生存することができますからね。しかし、一筋縄ではいきませんよ。まず、最初に感じられるのは温度の変化です。というのも、竜巻の中は外と比べて20度も気温が低くなります。これは竜巻が常に回り続けているから。ぐるぐる回ることで中心の温度が冷え、あなたの軌道も狭まります。中心の空気は密度が 20% 薄く、これは登山した時と同じような状態です。実はあんまり長居もできません。というのも竜巻の内側の気圧はかなり低いため、
あなたの肺は十分な酸素を受け取ることができなくなります。わかりやすく言うと、竜巻の中で呼吸することは高度8000メートルで息をしようとするのと同じ。これはもうプロ登山家がエベレストに登っているのと変わりません。ですから息をするだけでも大変な状況になってしまうということになります。ですからこのままでは数分で気を失うことでしょう。ですが呼吸用にブライトサイドマスクを用意しましたので、一旦この問題とはおさらばです。ところで内側の空気の流れが滑らかであることに気づきましたか？実は竜巻の監視員が実際に竜巻の中に入ってしまったという出来事が起こっています。彼らは後に雲や風が周りをぐるぐる回っているのはクレイジーだったが、内側に入ってみると空気の流れがとても滑らかになると証言しました。しかし竜巻の中は貸し切りというわけにはいきません。お隣さんのバイクも飛んでますし、木材やレンガ、ガラス、それどころか自動車や牛、トレーラーハウス、さらにレンガ、屋根、その他もろもろの大きなもの、これらが一緒に回っているのが普通です。そんな中で何にもぶつからずにいられたら超ラッキー。瓦礫の速度は時速 500km にも達しますからね。避けるのなんて不可能です。まあなんか適当な奇跡が起こって、そこは乗り切ったとしましょう。どんどん目が回って、そろそろ終わらないかな、っていうかここから出られるのかなと思い始めた頃、竜巻の回転が緩やかになってきました。これは冷たい空気が竜巻に入り込んできたため。とはいえ緩やかになったからといって安心できるというわけではありません。まあ回転が緩んだので胸焼けとはお別れできるでしょう。しかし竜巻は止まると、あなたがどんな高さにいようとそのままあなたを地上に落とします。田舎であればその辺に干し草の山があるので大丈夫でしょうけどね。あーでも今回の竜巻は高さ 14km を超えてるんでした。干し草じゃ助かりませんね。パラシュートは持ってきました。開くのには絶好のタイミングですよ。え、忘れた。でも大丈夫、動画はハッピーエンドにしないといけませんから、パラシュートを上げましょう。さあというわけでゆっくり降下を始めたあなた、上空からの眺めは素敵ですね。あ、目が回ってもう何も見えないって。しかしどうして左手の空はすっかり晴れているのでしょう。これは実はよくあること。竜巻が生まれるのは雷雲の端っこなんです。ですから竜巻が2つの天気の境界線になっているというわけなんですね。ちなみに今日は風も穏やかでした。むしろほぼ無風だったような。そう、これもよくあることなんです。とはいえ現実的に竜巻に吸い込まれたらほぼ生きて帰ってくることはできません。ですから竜巻が来た際の避難の手順を覚えておきましょう。まず地下のシェルターに隠れましょう。シェルターがない場合は地下室がベターな選択肢です。あらかじめ電池で動くテレビやラジオと新しい電池を用意しておきましょう。インターネットに接続できる機器でも OK です。保存食と水、その他の重要物資も用意があると安心です。一応竜巻に吸い上げられたものの無傷で帰ってきた人の話も残っています。100メートルほど上空に吸い上げられた人がそのまま落下し傷一つなかったというものです。これが意図的に狙えればタクシー代が浮くんですけどね。しかし吸い上げられたら助かるかどうかは正直運次第といったところでしょう。また強力なもの、例えばスーパーセルと呼ばれる嵐から外に逃れるのは非常に難しいと言えます。これは雷を伴う嵐の中でも最強クラスです。水上竜巻に引きずり込まれた場合は割合平気でしょう。水上の竜巻は暖かい水の上で発生し威力が比較的弱いのが特徴です。ですからシャワー気分で入っても大丈夫かもしれません。まあ上陸して普通の竜巻になっちゃうと問題ですが、人旋風は困りもの。規模は小さく単なる空気の柱というレベルで塵を巻き上げているために目視も簡単です。ただその分目の保護が必要となるでしょうね。忘れてしまったら目を開けていられません。人旋風は雷雨に伴って発生するわけではありませんのでご安心を。一体何が安心なのかよくわかりませんがね。オーストラリアの森の中をさまよっている姿を想像してください。喉が渇いたので近くの小川に行くことに。すると突然鼻水が止まらなくなりました。病気なわけではないのでちょっと変です。立ち止まって数秒すると今度は鼻が痒くなってきました。
さらに数分経つと涙目になり、喉が痒くなり、呼吸しにくくなり、くしゃみが止まらなくなりました。まるで毒ガスを吸ってしまったようです。でもここでの毒は何なのでしょう。世界で最も危険な植物の細かい胞子が周囲を漂っているんです。これはギンピギンピと呼ばれる植物。一見緑の茎と葉を持つ小さな普通の植物に見えます。近づくにつれてさらに気分が悪くなっていきます。息苦しくなり肌が赤くなってきました。ここにいると体が痛くなり意識を失ってしまいそうです。皆さんはこの植物に触れるとどうなるか知っていますか？まるで高温の真っ赤な針が肌に突き刺さったような感じがするんです。そして今この場所からできるだけ遠くに逃げたとしても痛みは収まらず、針が刺さったような感覚は数時間継続します。数日後になっても痛みが止まることはありません。数週間が過ぎ、数ヶ月過ぎても痛みが消えることはありません。冷水と石鹸で触れた部分を洗ってもあまり効果はなく、数年間痛みが消えないことも。また肌に入り込んだ小さな植物の毛を永遠に取り除けないかもしれない可能性もあるんです。ギンピギンピは毒性がかなり強く、葉を1枚ちぎっただけでも体に対する害が1年以上続きます。さらに困ったことに、この植物は見分けるのが困難で、ごぼうやイラクサと間違えやすいのです。この茂みの中に入り込んでしまった場合どうなるかを想像してみましょう。葉には綿毛の生えた薄い層があります。この綿毛は数千本の有毒な毛でできているので注意しなければなりません。そして周囲に浮いているので防毒マスクなしで近づくのは危険です。綿毛が生地を通り抜ける可能性があるので、ここでは普通の医療用マスクは役立ちません。幸いなことにこれは世界中に分布しているわけではなく、通常近辺には警告標識が設置されています。ギンピギンピはオーストラリアで繁栄していて、1860年に金鉱夫によってギンピの町の近くで発見されました。発見当時もかなり大変な騒ぎになっていたことでしょう。現在でもギンピギンピは伐採者や観光客に深刻な危険をもたらします。もし誤って手で触れてしまったら、一回触っただけでも数週間仕事ができなくなってしまうほどなのです。場合によっては患部が数十年間痛み続けることも。ある男性は茂みに入り込み、その痛みのせいで気を失ってしまいました。人々は手にギンピギンピの歯が刺さるのは30匹のスズメバチに同時に刺されるようなものだと言います。その痛みを止める方法はありません。ある男性はこの植物に触れてから2年間シャワーを浴びるたびに不快感を感じていたと語っています。この植物を研究する場合、防護服と防毒マスクを着用しなければなりません。皮膚を露出させるわけにはいきませんからね。見てみたい人はズボンの裾をブーツに入れて保護手袋を着用し森に出かけてみましょう。大抵の場合、小川の川沿いに生えていますよ。ギンピギンピはオーストラリア原産の6種の有毒樹木の一つであり、他の植物が生えている日当たりの良い場所を好みます。葉の表面のすべての毛には毒が含まれていて、表面に接触すると葉が開き毒素を噴霧します。それにより痛みが増し、皮膚が赤く腫れてしまうのです。毒の効果の継続は刺さった毛の数によって異なります。数年後になっても触れた部位に圧力をかけると毛があることを感じることができます。科学者も毒の成分が何であるのか解明できていないので、解毒剤はありません。現時点で分かっているのは毒の効果がかなり長く数年間続くということのみ。寒さや高温に耐えることができ、水に触れると効果が増大します。実験室でのサンプルも科学者たちが数年間保管しているにもかかわらず危険なままなのです。ギンピギンピの近くを通った後は必ず洗い落としてください。衣服、靴、マスク、メガネなどを慎重に脱ぎ、防護服を洗濯機に入れよく洗います。ズボンやジャケットの裾に小さな毛が生えることもあるので注意しなければなりません。この毒によりギンピギンピは世界で最も保護されている植物と言ってもいいでしょう。あれ？でも待ってくださいよ、葉に小さな穴が開いていますよね。どうやら何かによって食べられているようです。実はこれは夜行性の甲虫によるもの。この虫にとっては有毒な毛も効果がないので、一日中ギンピギンピを食べることができるんです。
誰にも邪魔されずに食べることができるので、かなり好都合だということになります。周辺に生息している動物は全て近づくべきでないことを知っていますが、哺乳類の中にもギンピギンピを恐れないものが一種います。その名もアカアシヤブワラビー。小さなカンガルーのような姿をしていて、ギンピギンピの葉が大好物。科学者たちにもこの動物がどのように有毒な毛から身を守っているのか分かっていません。現在ではギンピギンピが繁栄しているほとんどの場所は知られているので、標識が立てられています。もしこれらの標識を見かけたら、絶対にその先には進まないでください。ギンピギンピは恐ろしい植物ですが、全世界を乗っ取って全ての作物を破壊してしまう可能性のある植物の場合はどうでしょう。特に繁殖するために有利な条件を必要とせず、雨の中でも灼熱の太陽による乾燥した地域でも低温でも高温でも生き残ることができるとしたら、その植物の名はジャイアントホグウィード。この植物の種子が野菜畑や麦畑に入り込んでしまうと、数週間で他のすべての植物を枯らしてしまうことになります。ジャイアントホグウィードの種子は風によって均衡に広がることもあるのです。この植物は世界中の生態系を悪化させる可能性があります。人々が駆除するよりも早く成長してしまうのです。葉に毒を吹きかけても枯れることはありません。寄生虫に感染させても問題はありません。素早く増殖し、大半の植物よりも長生きするのです。ジャイアントホグウィードは平屋の高さまで成長し、根を地中深くに張ることができるのです。手で触れるのも危険で、肌が赤く腫れてしまう可能性があります。気分も悪くなるので駆除するのが大変なんです。この毒は近くの植物や茂み、花などを全て破壊してしまいます。科学者もまだこの植物に対抗するための除草剤を発明しておらず、その上甲虫もその植物を食べることはありません。そのためジャイアントホグウィードは世界でも有数の危険な植物の一つだとされており、自然界に天敵がいないのです。ですが科学者たちは進化によって駆除できる生物を作り出せると確信しています。小さな虫か寄生バクテリアを使うかもしれません。でもそれが実現するまでは自分たちでどうにか対抗しなければならないのです。駆除のために数億円を費やしたからといって必ずしもうまくいくとは限りません。仮に畑を燃やしたとしても、種が一つでも残っていたら焦げた地面ですぐに成長することができるからです。世界中で最も危険な植物を見てきましたが、次は木を見てみましょうか。マンチニールの木はフロリダに繁殖しています。この木は幹。さあ勝つのはどちらでしょう。腹を空かせた灰色グマか、それとも熟れたベリーか、怒り狂ったトラか、美しい花か。実はこの勝負、意外な方が勝つんです。ジャングルや森を本当に支配しているのはこいつらだ。地球で最も危険な植物の数々をご紹介しましょう。こちらは毒ゼリの仲間。主に北アメリカの平原に位置する湿地帯で見られます。他にも小川の辺でも時折見つけることができますね。一見すると無害なようで、この植物はアメリカ合衆国に生えている中で最も有毒な植物。その毒は大人を15分で瀕死状態にします。毒は口から摂取しなければ効果がありませんが、多くの人がこの植物をアーティチョークやセロリ、アニスと間違えて食べてしまい被害が出ています。危険な毒を持っているにもかかわらず、同時に偏頭痛や腸の不調に効く薬草としても利用されているものです。こちらは家畜へ甚大な被害を及ぼしている植物。マルバフジバカマは主に牧草地で見られます。牛がこの草を口にすると油に溶けやすい毒が放出され、これが体の中のみならず絞られる乳にも侵入します。母乳を飲んだ若い子牛もまた毒に侵されるのみならず、毒を含んだ乳は人間にとっても危険です。マルバフジバカマは北アメリカで最も長く生育してきた秋の草花の一つ。現在の農場ではこの草による毒の被害はほぼありません。しかし小さな牧場では最優先で駆除しなくてはならない草となっています。豆には2種類があります。一つは食用となるもの、そしてもう一つはジャックが巨人の城へ行くのに使ったもの。それはさておき、世には毒を含んだ豆も存在しています。それが唐ゴマ。この豆には
世界でも最も強いとされる猛毒リシンが含まれています。リシンは人体に入ると生命の維持に必要不可欠であるタンパク質の生成を阻害します。タンパク質が供給されなくなった細胞は機能を停止し、破壊される細胞が増えるごとに体全体への被害が増していきます。トウゴマがリシンを出すのは絞られた時、トウゴマ数粒分で脱水や虚弱、幻覚、痙攣、その他の被害が起こり、7粒分程度が致死量になると言われています。その見た目を覚えておき、森で見ても手で触れないようにしましょう。世界でも最も美しくかつ危険な花、それが凶竹桃。その存在は全てが毒と言っても過言ではなく、茎や根、ピンクの花にも毒が含まれます。切れ端一つでも猛毒被害を起こすと言われ、しかもこの毒は口に入れなければ平気というわけにもいきません。花の汁がついただけでもアレルギー被害が起こります。また火にくべるのもご法度、立ち上る煙が毒を撒き散らしてしまいます。こちらも世界で最も危険な植物の一つです。ちょっと触れるだけで続く痛みはなんと数年、場合によっては一生逃れることができないとも言われています。それがギンピギンピ、またの名をクイーンズランドスティンガー。見た目はただのごぼうのようで、まさか毒があるとは思えません。しかしその隣に立つだけで呼吸困難や涙目といった被害が発生します。というのもこの葉っぱには毒を持った小さなトゲが無数に生えており、それが風に乗って空気中に舞うのです。ですからこの植物は観察をするだけでもガスマスクの着用が必要となります。そしてこのギンピギンピに手を触れたらもうおしまい。その痛みはスズメバチ30匹分に例えられるくらいです。小さなトゲは簡単に皮膚を突き破り、痛みや不快感を生じさせます。そしてこのトゲの問題は引き抜けないこと、水と石鹸で洗い消毒液をつけたとしても悪化を招くだけです。刺さったままの毛はそこから毒素を出し続け、被害者を苦しめ続けます。毒素の組成は未だに謎であるため、解毒剤もありません。温度変化にも強く、与える刺激や痛みは数時間続く場合もあれば数ヶ月続く場合もあります。中には痛みを数年間訴え続けた人もいたと言われています。トゲを抜くことができないため、唯一の対処法は毒が抜けきるのを待つというものになります。しかしここにももう一つ問題が。例えばギンピギンピの葉を手袋をした状態でちぎり研究室に持って行ったとしましょう。それを乾燥させ数年間忘れてしまった場合、出来上がるのはしおれた今にも朽ち果てそうな枯れ葉。もう危険はなくなったかと思いきや、それがそうではありません。何年経った後でもトゲは葉っぱの表面に残り、毒は抜けずに残ります。ギンピギンピはオーストラリアにしか生息していない植物。深い森の中の日当たりの良い場所を好みます。かつては観光客や林業従業者に大きな被害を出していましたが、今ではこのギンピギンピが生えている場所には警告看板が立てられるようになりました。また展示されるギンピギンピは容器に入れられ、人が手を触れないような措置が取られています。トウアズキ、黒い斑点を持つ白い種、あるいは白い斑点を持つ黒い種を持つ植物です。主にアフリカやアジア、オーストラリア、太平洋一帯で見られますが、その一部は北米のフロリダ州やハワイに持ち込まれており、街の通りでも見かけることがある植物です。もともとは装飾品やおもちゃに使われているものでした。トウアズキのブレスレットを身につける人はおそらくその種の持つ毒性を知らないのかもしれません。トウアズキはトウゴマと同じく細胞破壊を引き起こす毒を持っています。しかし装飾品のみならず、特定の病気に効く医薬品の材料として利用される植物でもあります。こちらの植物はおそらく今回のリストで唯一いかにも毒を持っていそうな見た目をしたものでしょう。皆さんが見かけてもおそらく摘んだりはしないはずです。その赤い茎はまるで動脈や神経網のよう、つける実は目玉のような不気味さを放ちます。この植物アクタエアは含む成分が見た目同様恐ろしく、非常に危険な毒素を持っています。そしてその毒は成長とともに強まっていきます。毒は筋弛緩効果を持っており、
摂取すると体の筋肉がリラックスしますが、致死量を超えてしまうと体の機能が停止します。この植物は実際にあるいは映画などで見たことがあるかもしれません。ハエトリグサは食虫植物を代表する存在。幸い牙を剥く相手は昆虫で人間に危険はありません。しかし葉っぱに指を突っ込まないように注意しましょう。この植物が動く仕組みはこう。まず葉っぱの中の香りを発する赤い部分が擬似餌の役割を果たします。ハエやその他の虫はその美味しそうな見た目におびき寄せられ中に入っていきます。この時葉っぱはすぐには閉じません。しかし内側にある小さな突起が20秒以内に2回動きを感じると葉っぱは瞬く間に閉じるのです。この仕組みは例えば何か小さなゴミがたまたま葉っぱに入った時に葉が勝手に閉じることを防ぎます。閉じた葉っぱは檻のような構造となり虫を逃しません。その後ハエは口から消化液を流し込まれ体を分解されてしまいます。5から12日後葉っぱは再び開き新たな獲物を待ち構えます。ハエトリグサはハエや甲虫、クモのほか小さなカエルすらも食べてしまいます。ジャイアントホグウィードはありとあらゆる草花に被害を与えることで知られています。この草は一人の人間のみならず森や草地全体に危害を加えます。侵入植物として知られ土地に寄生するかのようにその他の草花を駆逐していきます。また昆虫はこの草を食用としません。駆除作業も大変で皮膚にアレルギー反応などを引き起こすことがあります。成長も早く除草剤も効かず長命。1階建ての家屋と同じ高さにまで成長し根を地中深くに広げます。また種は風に乗り何キロという距離を移動します。自然界でこの草に勝て、ああ可愛いですね。可愛いし全く無害に見えます。でもこのタコは見かけによらないことを知っておいてください。ヒョウモンダコはタコの種の中でも猛毒を持っています。実際世界一猛毒な海洋動物の一つでもあるんですよ。生息するのは潮だまりやサンゴ礁。体長はわずか13センチから20センチメートルと小ぶりですが、挑発すれば人間にとって非常に危険。この生物が持つ毒にはテトロドトキシンと呼ばれる強力な神経毒が含まれているのです。このタコは脅威を感じると本能的にまず逃げます。しかし例えば無理やりタコを持ち上げようとするなどの脅威が続くと防御体制に入り青い輪を見せるのです。タコは追い詰められたり触られると攻撃者に噛みつくことがあります。そして悲惨な結末となる場合もあります。テトロドトキシンが深刻な被害をもたらし、時には全身が麻痺してしまうこともあるのです。被害者は周囲の状況を把握でき意識もあるのですが、麻痺しているため助けを求めたり苦痛を示したりすることができなくなります。興味深いことにヒョウモンダコは穏やかな状態の時は茶色や青白く見えます。しかしひとたび危険を感じるとサイケデリックな模様に切り替わるのです。このような反応は警告色と呼ばれ、動物が鮮やかな色彩を見せつけることで他の動物に対して噛まれたら命はないと警告しているのです。もちろん無害に見える危険な動物はヒョウモンダコだけではありません。例えばこちらの生物を見てください。ふわふわで柔らかそうなこの動物、可愛くないですか？思わず触ってしまいそうです。でも気をつけて、この毛虫の毛むくじゃらの針は相当なものですから。この毛虫はプスキャタピラーと呼ばれます。そのゴージャスな毛皮の中にはクラゲのような毒針が仕込まれています。毛虫の毒素に対する反応は人によって大きく異なり、人によってはより深刻な反応を示す場合があるので要注意。どの程度ひどい結果になるかは患部の皮膚の厚さに左右されます。ほとんどの場合、不快な感覚や発疹は数時間から数日で収まります。次の動物はヤドクガエル。ヤドクガエルには170種以上ありますが、面白いことに全てのカエルが実際に毒を持っているわけではありません。しかし毒を持つ種は皮膚から非常に危険な毒素を分泌します。良い面としてはカエルはこの毒素を狩りや攻撃に使うことがないこと。この毒を使うのは自己防衛のためのみ。専門家も確証を持ってはいませんが、カエルは毒素を含む動物、例えばムカデやアリなどを多く食べることで毒を作っているのではないかと推測しています。中南米の先住民はややダーツの先端に毒を持たせるためにカエルにややダーツをこすりつけています。肝に銘じておかなければならないのは、ヤドクガエルに触ったらすぐに助けを求めること。特にゴールデンポイズンダーツフロッグ、あるいは猛毒吹き矢ガエルに遭遇した場合は要注意。
最も毒性が強いですからね。南ハナイカは現在知られている唯一の毒イカです。せいぜい5センチから8センチメートルほどの小さな体育ですが、この生物には信じられないほど猛毒を持つ筋肉組織があります。2本の触手と8本の腕を持つ暗褐色の水中動物には要注意。腕の周りに紫や黄色がついている可能性が高いです。綺麗な生物ですが、とにかく関わらないようにすることが最善の策。そうしている限り身の安全は保てるでしょう。捕食性のイモガイは非常に動きの遅い動物です。これが機械的に獲物を捕らえる手段を持たない主な理由。つまり他の動物を捕まえたり噛みついたりできない代わりに、イモガイは生き残りをかけて猛毒を進化させてきました。おそらくこの生き物で最もクールな点は、ほぼ1000種ある中でそれぞれの生物が作り出す毒素が重複しない点でしょう。イモガイには牙がありませんが、毒がついた森で獲物を刺します。施設を発達させた森を時速 643km という超高速で撃つんです。動きが遅くてもこれだけの速度で毒矢を放てるなら悩みもないでしょう。また毒は特定の種に特有なものなので、軽く刺されるものもいれば健康に深刻な害を及ぼすものもいます。例えばサンゴ礁に生息するこの小さな魚はヤハズを放って獲物を刺し、この毒素に対する抗体はありません。フグといえばトゲだらけの膨らんだ体が印象的。しかしそのおかしなトゲの下には凶暴で危険な毒が隠されています。この毒は世界で最も危険で強力な毒の一つとされています。良い知らせはフグを食べない限り毒にやられることはないということ。つまりカリフォルニアロールを食べていれば安全というわけです。この虫をよく覚えて決して近づかないようにしてください。これはオオスズメバチ。5センチメートル近くにもなるこの巨大な生き物は非常に攻撃的なことで知られています。その印象的な針には十分な毒が詰まっており、刺されると想像を絶する痛みに襲われます。オオスズメバチに刺されて命を失う人もいるほどなんですよ。毒の効力が最も強いというわけではないにせよ、体が大きいため一度に注入される毒の量が多いのです。しかも一匹ではなく数匹のスズメバチに襲われたら、その結果は悲惨なものでしょう。オオスズメバチは必ずしも人間や他の動物に攻撃的なわけではないのですが、刺激すれば必ず刺してきます。この美しい鮮やかな青色の生き物はブルードラゴン、あるいは青身のウミウシ。迫力のある名前とは裏腹に、この生き物は実際には小さく、ブドウほどの大きさしかありません。浜辺で見かけることもあれば、水中を漂っていることもあります。一つだけ覚えておいてください。この小さな生き物がどんなに可愛く見えても決して触らないこと。小さいですが刺されると強烈な痛みを伴うからです。これはこの生物の食生活に由来します。大好物は小魚や甲殻類を麻痺させるほどの毒を持つクラゲなんです。ブルードラゴンはまず粘液を使ってクラゲの悪名高い細胞を中和します。そしてクラゲの触手からこの細胞を盗み出し、自らの組織内に蓄積濃縮するのです。そして接触するところの視細胞を放出し、さらに強力にします。この恐ろしい生物はまた非常に狡猾でもあります。見た目は控えめに言っても鮮やかですが、変装の達人として知られています。あの鮮やかな青色は実はお腹側の色。背中で浮いているときは完全に水に溶け込みます。背中の色は海面でカモフラージュするために灰色になっているからです。オーストラリアで発見されたイルカンジクラゲは見た目は小さく全く害のないように見えます。しかし見かけによらず、人間の親指の爪ほどのこの生物は実は非常に危険なのです。11月から5月にかけての刺す季節の間、このちっちゃな生き物のせいで多くのビーチが閉鎖されているほど。このクラゲが特に危険なのは体が小さいから。小さすぎて泳いでいる時に気づけないのです。悪名高いハコクラゲはその立方体の体型からこう名付けられました。このクラゲはインド洋と太平洋に生息しています。四角い鐘のような形をしていて、長い触手がぶら下がっている生き物を見つけたら絶対に近づかないでください。またクラゲの体がなくて触手が1本だけあるという場合でも近づいたり触ったりしないでください。ハコクラゲは最大約3メートルにも成長し、触手の1本1本には毒を注入するための微細な森が約50万本もついているのです。他のクラゲと違い、ハコクラゲはハンターです。細長い触手を手足や体に巻きつけて人間を捕らえる。最近おかしなことがサウスダコタ州で起こったんです。ネットで話題になったので知っている人もいるかもしれませんね。2022年7月、この州の空が突然緑色になったのです。
一体何が起こったというのでしょう。それは人間によるものなのか、それとも自然によるものなのか、それを調べていくことにしましょう。2022年7月5日火曜日、それは激しい嵐の直後のことでした。アメリカ・サウスダコタ州の空はまだ曇っていました。嵐が過ぎ、地元の人たちがようやく外に出てみると、空は強烈な深緑色をしていて、今まで見たこともないような光景が広がっていました。それはまるで SF かホラー映画のような光景だったといいます。当然のことながら、サウスダコタ州の人々はすぐにこのニュースをソーシャルメディア上で拡散し始めました。人々はこの美しくも非常に不気味な写真をツイッターで共有。彼らはスーフォールズの街や他のいくつかの街の上空を見せました。一見超常現象のように見えますが、実は全く恐ろしい現象ではないんです。これは単に光と大気の作用なんです。このような現象が起こるのは非常に稀で、大抵の場合悪天候が近づいていることを意味します。そしてそれはサウスダコタ州で起こったことにも当てはまるのです。人々が写真を共有し始める直前に、スーフォールズの街は雷雨に襲われました。これは米国気象局によって確認されています。とても危険なハリケーンで、風速は約 161km。 ビューフォート風力階級によると、それは最速で最も破壊力の強い嵐だったとのこと。階級には12段階しかなく、最大風力のカテゴリーは 117.5km から始まります。でもなぜそれについて大々的にニュースに取り上げられなかったのでしょうか。それはここの住人にとって珍しいことではないからなんです。アメリカでは特に暖かい季節になると雷雨がよく発生します。そしてこのような嵐の 10% は竜巻のような深刻な事態となるのです。ですので今回も例外ではなかったというわけ。これはデレッチョと呼ばれるもので、デレッチョはかなりの広範囲に広がり長く続きます。激しい雷雨と豪雨の高速で移動するグループが組み合わさったものなんです。よくデレッチョは竜巻並みの強さと表現されます。でも両者には違いがあるんです。竜巻は渦を巻き回転する空気の柱ですよね。通常直径は約 152.4m、しかし時にはその幅が 4km に達することもあります。それに遭遇する人を見て羨ましいとは思いませんよね。でもここで肝心なのは回転するということ。風は見えない中心の近くで円を描くように非常に速く動きます。デレッチョは強い雷雨または強い雷雨の系統で、直線的な風を持つものです。つまり回転しないのです。代わりにデレッチョはどこか一点を選び、そこに向かってただひたすら突っ走るのです。そう聞くとなんだかやる気のあるマラソンランナーのようですよね。デレコと普通の竜巻を比べてみましょう。普通の竜巻は時速約 64km から 611km まで6段階の強さを持っています。つまりデレッチョは平均的なレベル1から2の小型竜巻のようなものなのです。通常その速度は 117.5km から 181km の範囲にあります。そしてどちらの場合も激しい雷雨、稲妻、雨を伴うことがあるんです。それでもこれらは同じものではありません。嵐が残した被害の跡が 386km を超え、風速が最低で 93.3km 以上であれば、それはデレッチョとなります。予測はかなり困難です。気象学者が嵐を予想していないような晴天の日でも形成するのですから。そしてその風は突然現れることになります。爆発したみたいに感じるほどすごい風なんです。それでも国立気象局は少なくとも30分か1時間前までに住民が準備や安全確保できるよう注意喚起することを目標としています。そして今回も同じだったのです。嵐はサウスダコタ州のほぼ全域とミネソタ州、アイオワ州にも押し寄せました。被害はかなり大きく、3万人以上が電気供給を失いましたが、幸い怪我人はいませんでした。それは地元の人たちがデレッチョにかなり慣れているからなんです。しかしその後に現れた緑の空はいつもと異なります。地元の人たちにとってとても珍しい光景となりました。この現象に対して住民は疑問に思っていたようです。
これは悪い兆しなのか、それとも普通の気象現象なのか、正直なところ科学者にも正確な説明はできないようです。これは仮説に過ぎないとはいえ、かなり説得力があるように思います。緑色の空は非常に稀な現象。科学者の多くは日の入りと日の出の前に強力な嵐がその地域に接近した時に起こると考えています。そのタイミングで嵐が接近すると、この地域では空が緑色になるのです。 NBC の気象学者で自身もこのような現象に遭遇したことのあるビル・カリンスは、空が緑色になっていったのは嵐の前に巨大なあられが降ったからではないかと考えています。まずなぜ空が青く、また他の色にも見えるのかについて説明しましょう。要するに太陽は色のスペクトルの全ての光線を同時に運んでいるんです。私たちには全体として白っぽく見えるかもしれませんが、実は全ての色を同時に持っています。しかしこれらの色の波長は全て長さが異なります。例えば青い光線は他の光線より短いのです。赤い波長よりも空気分子から飛び出すのがうまいので、より早く私たちに届くことになります。このためより晴れた日の空は青く見えるというわけ。それと同時に赤やオレンジ色の波長はとても長く、動きがゆっくりしています。そのため大抵は取り残されてしまいます。しかし太陽が地平線の下に行ったり登ったりすると、光線の方向が変わり、これらの波が私たちによく届くようになるのです。つまり朝日や夕日が赤やオレンジに見えても、実はその中には青や緑の波が含まれているのです。しかしそれらは何かに跳ね返ることで赤い光線よりも早く強くなって私たちに届くことになります。言っている意味お分かりいただけたでしょうか。ここで登場するのが水。雲は小さな水滴でできていますよね。そして例えば十分大きくなっても強風などのせいでまだ落ちない場合、空での光の振る舞いに影響を及ぼすのです。大規模で激しい嵐はほとんどが水とあられで構成されています。そして水は青と緑の光線を最もよく反射するのです。川や湖の水が実際には透明なのに青緑色に見えるのはまさにこのためです。まあ物性もありますが。ですので空が緑色になったのにはいくつかのポイントがあるんです。まず太陽が水平線の高さにあるということ。もう一つは嵐の雲が近づいてきても完全に空を覆っていない状態であるということ。また太陽光線が入ってくるスペースも少しだけ必要です。そうするとほぼ見えない青い光線が嵐の雲に飛び込んでくることになります。光線は水滴と氷に弾かれます。そして赤い夕日と混ざって鮮やかな緑の光に変わるのです。その後この緑の光は空一面に広がっていきます。だから空が緑色になるのは夕方以降になることが多いんです。昼に起こることもありますが、かなり特定される状態なので日中に起こることはかなり珍しいのです。緑色の空が見えたとしても慌てる必要はありません。必ずしもひどい嵐が近づいているわけではないからです。まあその可能性は高いんですけどね。ただの大雨であることもあります。または激しい氷が降ることも。つまり緑の空が見えたら屋内に入ることをお勧めします。ああ綺麗。友達と一緒に空を見上げながら歩いていると、今日の太陽はいつもと違って見えます。周りに虹のようなリングがあるように見えるのです。友達はおい見ろよと言い、スマホを見せてくれました。そして直接見たらダメ、あちょっと待ってと言い、あれは太陽の傘だ、すぐに避難する場所を見つけなきゃ、大きな傘を持っていない限りずぶ濡れになるぞと続けました。太陽の傘は雪や暴風が迫っていることを示す自然の兆候です。数億もの細かい氷の結晶によってできている雲が原因で、太陽光がこの結晶を通過することにより虹が発生する時のように光を分裂し屈折させるのです。でも太陽の光輪を直接見てはいけません。めったに見られるものではなく、すごく美しく魅力的ですが、紫外線によって網膜の露出した組織が焼けてしまい、目に深刻なダメージを受けることになってしまいます。もし遭遇したら絶対に気をつけてください。サングラスをかければ大丈夫ですからね。この現象は約40分続きました。
これらの雲は夜間には月の周りに同じような不気味なリングを発生させることもあります。2020年6月、人々は嵐の際に現れることのあるカナトコ雲を見つめていました。強い気流により水蒸気が上昇する際に形成され、成層圏の下部に当たることにより空気が膨張し広がってカナトコのような形の雲ができるのです。そして時々キノコのような形になることもあります。カナトコ雲は危険な嵐と稲妻を発生させることもあるので、突然の稲妻とも呼ばれています。この落雷は嵐から数キロ離れた青い空から魔法のように突然発生します。そしてカナトコ雲の上部から発生する雷は普通の落雷よりも10倍も強力なんです。巨大な雲を目撃した人々は怖がって何かひどいことが起こっていると思ったようです。地元の人々は当局の説明よりも前にソーシャルメディアに巨大な雲の写真をアップロードしていました。当局はそれが自然現象に過ぎず美しい現象であると伝えることにより、なんとか人々を落ち着かせました。通常これらの雲は風の強さに関係なく消えるまで一定の地域にとどまる傾向があります。フランスの西海岸を見渡すと列島が見えます。その美しい青い海、綺麗な砂浜と見事な灯台により、この場所は非常に人気のある観光スポットになっています。でも列島の一番の魅力は海岸のすぐ近くに見える四角い波。この奇妙な波は海上の巨大なチェス盤のように見えます。多くの観光客はこの波に魅了され、珍しい自然現象の写真を撮るために近くの灯台などの高い場所へ移動します。この正方形の模様を上から見下ろすと下に金属のグリッドがあるように見えると言われています。これらの波の模様はすごく魅力的ですが、遠くから楽しむのが正解で海には近づかない方がいいのです。これらの四角い波の原理を理解するには、まず波の発生の仕方を知ることが大切です。普通の波は風や天候に応じて水面を何キロか移動しています。そして天候が穏やかな日でも他の地域で発生した嵐が周囲の穏やかな海に影響する波を発生させることがあります。崩れずに遠くの海岸までたどり着く波はうねりと呼ばれていて、地域的な風によって発生する波とは違います。そして反対方向から来た2つのうねりがぶつかり合う場所では方形波またはクロスシーが発生しているのです。列島の近くで見られる四角い波が発生するのはこれが原因になっているのです。この波は人々がこの島に訪れる理由の一つになっていますが、普段はリラックスしながら穏やかな海を楽しむことができます。クロスシーは特定の天候下で特定の時期にしか見られません。それに列島の付近では四角い波が現れた時には海から上がることが常識だとされているので、海で行方不明になるような事故は滅多にありません。また島内には観光客が多いため、この時期には水に入らないよう警告する標識がそこら中に立てられています。でもメッセージが全員に伝わるわけではありません。時々海を泳いでいて溺れかけるケースもあるとのことですが、ほとんどの場合は無事に脱出できているようです。この四角い波は世界中で他に見られる場所がないので、時間とともに有名になり始めました。実際列島以外の場所では四角い波は発見されていません。ですがうねりは世界中の海で発生しており、クロスシーになっている海域もあります。でもぶつかり合う角度が浅い場合、同じ方向から来ているわけではないのにそのように見えることもあるのです。言うまでもなくうねりは遠くに移動するにつれてだんだんと勢いを失っていき、うねりの頂点や波の上部は丸くなり滑らかになってしまいます。列島の特別な風と天候のパターンは文字通り完璧な環境なので、誰にでもはっきりと見えるクロスシーを作り出しているのです。2009年イタリアではある男性が台所で点滅する謎の光を目撃しました。彼は何が起こっているのか理解していたので、すぐに家族を安全な場所に移動させました。それから数秒後、地域全体を大地震が襲ったのです。彼の家族は素早い反応のおかげで生き残ることができました。この男性はこの点滅する光が地震の前兆であることを知っていたのです。人々は何年もの間この不思議な光を目撃してきました。中には宇宙からのサインであると考える人もいるほどです。科学者たちは真剣に受け止めていませんでしたが、写真の発明後
この奇妙な光の証拠が確認されたため、そのつながりに気づいたのです。光が現れるとその直後に地震が発生。さらに研究を進めてみると、実際数百年前にも地震光が記録されていることを発見。地震の直前に地面から青みがかった炎が出ていたというのです。これってかなり不気味ですよね。クリスマス赤ガニは年に一度驚くべき活動をし始めます。正確な日付は予測できませんが、移動期間は月の満ち欠けと10月から2月初頭の降雨量によって決まるということ。カニたちが刺激されると森の中にある巣を出発し、海に向かって大群で移動し始めます。そして数百万の赤ガニが赤い塊になって島を移動し、海に向かうのです。そして産卵した後、再び一斉に森に戻り、翌年に同じことを繰り返すのです。インドのメーガーラヤ州には生きた木の根だけで作られている橋があります。この橋は一度に50人以上を渡らせられるほどの強度を持つ、絡み合った太い根でできているんです。カーシ族とジャインティア族は下にある川を楽に渡る手段が必要だったため、これらの珍しい橋を育てる技術をマスターしています。これらのルートブリッジの中には180年以上前に作られたものも。部族のメンバーたちはこれらの橋が成長し、反対側の土手に到着するまでの間、ずっと根の世話をします。ちなみにこれらの橋を成長させるためには10年から15年かかることもあるようです。その過程で根がお互いにしっかりと絡み合い、橋が頑丈になります。そして橋が完全に成長すると500年以上持つことも。枯れ始めてしまう根もありますが、新しい根が常に成長し続けているため、この珍しい自然の橋は長持ちするのです。太陽柱は地上から空に向かって発射されたり、雲から降り注ぐカラフルな光線のことです。通常それらは太陽光が空中に浮かんでいる氷の結晶に反射した時に発生するので、低温の時にしか見られません。空気中にある結晶の数が多いほどカラフルで明るい柱が高くなるのです。一般的には日の出と日の入りの際に見られます。世界中には輝く光でいっぱいの隠れた洞窟がたくさんあります。この光は洞窟の中に生息している数百のツチボタルによるものなんです。これらの洞窟の中には3000万年以上前から存在しているものも。そのほとんどはニュージーランドとオーストラリアで発見されています。ちなみにツチボタル自体が光っているのではなく、幼虫が粘液で作られた糸でネットを作っているのです。そして洞窟を照らしているのはこのネットなんです。これはツチボタルの餌になるハエや他の昆虫を引きつけるための罠の役割を果たしています。レインボーユーカリの噂は 100% 本当です。フィリピンとインドネシアで見られるこのカラフルな木はレインボーガムとも呼ばれています。虹色の色合いは新しい樹皮と古い樹皮の色のコントラストによるもの。樹皮の薄い表面層が剥がれるとよりカラフルで目を引く色の新しい樹皮が見え始めます。新しい樹皮は緑色をしていて、紫色、赤、そして最終的に茶色へと変化していくのです。これは木にクロロフィルが含まれているためで、樹皮を緑色にする効果があります。樹皮のストリップは老化するにつれてクロロフィルを失い始めるので、ゆっくりと色が変化していくのです。目の前に広がる自然の美しさと新鮮な空気、そして文明から遠く離れた安らぎの時間。ここに来るまでかなり長い間歩きました。そしてやっとキャンプの準備をすることになったんです。森には木が密集していて、テントを張るためにぴったりの場所が見つかりません。すると木が全くなく、低い茂みが所々にあるだけの緑色の空き地があることに気づきました。そしてその場所に行き、ラッキーだと思いながらテントを張り始めたんです。地面はすごく柔らかくて滑らかですが、あまり気にする必要はないでしょう。さらに都合の良いことに、ペグも包丁でバターを切っているかのように簡単に土に刺すことができました。張り終わった頃にはもう暗くなっていたので、テントの中に入って心地よい寝袋に入ることにしたんです。夜中にちょっと変に感じて目が覚めました。すると背中が濡れているように感じたので、寝袋の中で動いてみたんです。
すると下はほぼ完全に水に浸かっていて、できるだけ早くテントから這い出ました。地面に沈み始めていることに気づいたんです。そう、そこでやっと沼地の上にテントを張っていたことに気づいたのです。でも本当に幸運でした。通常沼地であることにすぐに気づかないことが多いそうです。そして膝まで浸かってしまい、トラブルに巻き込まれてしまうこともあるんだそうです。沼地から抜け出すのが大変なこともあります。苔や根による柔らかいパッドに足を踏み入れてしまうと、ゆっくりと下に引きずり込まれてしまうのです。そして足を持ち上げようとするとブーツが外れてしまうこともあるくらい。もし見分け方を知っているなら、森の沼を発見するのは結構簡単です。茂みが密集している場所で日当たりが良く、苔と茂みが少ししか生えていない空き地がある場合には、そこが沼地である可能性が高いのです。さらにその部分の地面を軽く踏んでチェックすることもできます。弾力があると感じたら近づくのはやめましょう。沼が危険であるもう一つの理由は、なんと山火事。沼に近すぎることで焚き火を始めると強風の際に火が引火してしまう可能性があるんです。沼や沼地は水や苔の層の下にかなりの量のタールが隠されている場合があります。それが燃え始めると消すことはほとんど不可能。ですので、キャンプファイヤーを始める前には沼地の近くで行うことを避けるようにしましょう。野外でキャンプを行うときによくあるもう一つの間違いは、頭上に注意を払っていないということ。テントを張るためのしっかりとした地面を見つけたときには、尖った石をすべてどかし、近くにアリ塚がないかどうかも確認することが大切です。夜に寝袋の中に入り込まれたらたまりませんからね。次に選んだ場所は完璧でした。テントの近くにある木が風や雨から守ってくれそうです。夜の準備が終わり、明かりを消しました。すると突然、テントにまるで獣に攻撃されたかのように何かがぶつかってきたんです。戸惑いながらテントを出ると、テントの上に巨大な枝が落下していました。この間違いはテントを張る前に頭上をチェックしておけば防ぐことができたはずです。半分折れた枝や腐った枝は簡単に見分けることができます。テントをその真下に張るのは絶対にやめましょう。このような枝はいつ折れてもおかしくありません。そしてテントを引き裂かれ怪我をしてしまう可能性もあります。毎年何十人もの観光客がこれと同じ間違いを犯し大怪我をしているんです。頭上を見上げれば上に蜂の巣やクモの巣がないかどうかを確認することもできますよね。蜂を刺激してしまうと枝よりも大変なことになるかもしれませんし、クモは毒を持っている可能性があります。ではでは、綺麗な川辺で土手にテントを張ると決めたなら、テントを置く場所に特別な注意を払うようにしましょう。特に春や秋の間に水に近づきすぎると、真夜中にテントが水に浸かってしまう可能性がありますよ。昼と夜の天気予報も必ずチェックしてください。雨が降るかもしれない場合には川などの水域に近づかないようにしてください。雨によって川の水位が上がり、土手を決壊させ、テントが張ってある場所が水浸しになってしまい、せっかくの休暇が台無しになってしまうかもしれません。たとえ水域から遠く離れていても、雨によって台無しになってしまう可能性があります。例えば森の奥深くにいて、木々により天候から守られているとします。そして雨は森の地面を濡らすことはあっても、木の生えていない場所ほど濡れることはありません。そして次の夜、別の場所にテントを張ろうとすると、地面が柔らかく弾力がある場合があるとします。ですがそれは沼ではなく、昨晩の雨が土を柔らかくしているだけなんです。そのような場所にいる場合には土台のしっかりした場所に移動してください。
さらに柔らかい地面の水分がにじみ出てくることもあります。沼地にテントを張った時ほど危険ではありませんが、テントのペグが緩んでしまう可能性もあり、テントの下敷きになってしまうかもしれませんよ。そしてキャンプをするためにぴったりな場所を谷間に見つけた時には、雨が降った時に濡れることを覚悟しておきましょう。水が自然にキャンプをしている場所に集まり、最終的にはテントの下に流れ込んできます。そして目を覚ましてみたら、雨によって膝が水に浸かっている場合があるんです。丘の上は長く歩いた後少し休憩するためにぴったりですよね。近くに水もなく、太陽の光を遮る木は一本もありません。ここで日光浴をするのは最高かもしれません。でもそう感じるのは最初の数時間だけで、長く滞在していれば自分の失敗に気づくことでしょう。テントの素材は直射日光が当たると数時間で熱くなってしまうことがあります。そして中に入るとすぐにその熱さを感じます。少なくとも夜になってテントが冷えるまで中に入りたいとは思わなくなるでしょう。風についても同じことが言えます。周りに木がない場所だとものすごいスピードの突風が吹き荒れることがありますからね。ペグをしっかり固定しておかないとテントにさよならすることになってしまうかもしれませんよ。ですので木の近くで太陽の光と風の両方から身を守るための場所を見つけることをおすすめします。でも天気によっては一本の木の近くにテントを張らない方が良いこともあります。晴れの時でも雨の時でも大丈夫ですが、強烈な嵐が来る恐れのある場合にはそこにテントを張るのはやめましょう。飛来神になってしまうかもしれませんからね。もしテントを張った木に雷が落ちたらどうなるのか想像できますよね。まあ感電する可能性さえあるということです。冬のキャンプの際には天候による危険性がさらに増えます。さっきの直射日光の話を覚えていますか？ここではそのことは忘れてください。冬にテントを張るときには日当たりがいいのが一番。それにどんなに高価なテントを買ってもかなり寒く感じるかもしれません。寒い季節の風ははるかに強烈なんです。ですので直射日光は寒さに対処するために効果的であるというわけ。ハイカーにとって最もよくある間違いの一つは、テントの近くで焚き火をしてしまうということ。前述した通りテントの素材は熱を伝えやすいので暖かくなるのは良いのですが、発火しやすいということも覚えておきましょう。たった一つの火の粉だけでもテントが発火してしまうことがありますよ。テントと焚き火の間には十分な距離があることを確認し、火には常に注意を払ってください。そして就寝時には火事にならないように火を消すのが原則です。虫にはすごくエキサイティングなハイキングを台無しにしてしまう可能性があります。蚊、アリ、ダニ、その他の害虫はいつでもテントに侵入してくる可能性があるので、虫対策をするのもお忘れなく。外に出る時には虫除けを使い、テントの入り口の横には蚊取り線香を置いておきましょう。でも近づけすぎたり中に入れたりしないでくださいね。匂いが刺激的ですし、火事の原因にもなりかねません。蚊やダニを避けるためには、沼地があるかもしれない湖や池、または密林には近づかないようにしましょう。蚊は淀んだ水の中で繁殖するので、そのような水の周りには害虫がいっぱいということを覚えておいてください。でも、風が吹いているとうまく飛ぶことができないので、木のない場所を選ぶのが最善策なんです。